活動現場の頂上に来ました。ちょっと周りが見えないのが残念です。こっちの方向に境山がすぐそばにあります。で、これが伊佐尾山、正面が伊佐尾山です。人っ子一人いません。2人で3人で来たけど、どっか見えなくなりました。この望楼のずっと下へ降りていったところにすごい破壊された跡があります。そこまで行きます。我勝どき山に来たる。よくぞ戦えり。日本の琉球の歴史がある限り、皆さんの戦いは日本人の心から忘れ去られることは決してありません。日本が目覚めれば、必ずや皆さんのことを再評価される時代が来ると思います。それまで見守っていてください。